天津神明宮は、千葉県鴨川市天津にある神社。旧社格は豪社。天寺寺高大臣、豊家大宮、八重子と白主の神、大山積大宮など七柱の神を祀る。神代の昔、天孫降臨にあたって国譲りしたこと白主神が、海路統治地に移り東方神後の神として鎮座し、これを明神と数形したことが、当社の始まりと伝えられている。 その後、自称四年石橋さんの戦いに敗れ、安房に逃れた源の頼朝が、源氏の最高を伊勢神宮に祈願し、三國屋一所の寄進を寄生したという。また、受英元年に、頼朝の妻、政子の安山祈願の祈祷のため、宝兵士として三浦義村が当社へ使わされた。頼朝は、一の谷の戦いの後、樹栄三年安防国に登場を送り屋を設け、 伊勢より神霊を勘定し、以前より鎮座の、明人と共に祀ったのが当社である。文治元年には、生林官主が賛同したところ、霊夢の帰還があったので、よりから飛流と合する馬が奉納され、以降も関東武家の崇敬を受け、欧州伊勢の宮と仰がれ京に至ってる。当社の境内にある、丸鉢社の木は、中国大陸南部や海南島、台湾などに生育している。 亜熱帯性の落葉峡木であり、その北限として価値が高く、千葉県の天然記念物に指定されている。境内東側の山には、優れた極宗林があり、神明神社の林として、鴨川市の天然記念物に指定され、山頂には、伊沢なきの大臣、伊なみ大臣を祀る卓前神社が鎮座する。ありがとうございます。